こんにちは。オキロフェイシャルクリニック大阪の三村です。今回で早くも第4回目となるがん形成手術研究会ウェブセミナーを始めたいと思います。今回は鹿島先生代わって三村がオーガナイザーを務めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さて本セミナーの趣旨ですががん形成再建外科をご理解いただきその裾野を広げ、ひいては多くの患者さんに お持ちの指揮の可能な限り発揮してもらえるようにすることですそのためには患者さんやかかりつけの眼科の先生にどこまで治療が可能なのかを知ってもらいさらにはご自身で治療を行われている眼科の先生におかれましてはどのように治療すればいいのかについて情報を共有することを目的としていますこれまでに3回開催したウェブセミナーにおいて 主にがん形成再建外科の基本的な診療について解説してきましたが、今回は各講演の後半に少しアドバンスな内容も入れています。これまで聞いたことがある方もそうでない方もお楽しみいただけるのではないかと思います。どうぞ最後までお付き合いください。 それでは第1席は第席オキュロフェイシャルククリニック東京の山名裕先生です山名先生は浜松医科大学卒業後高内医療センター東京医療センター都立駒込病院で白内障から小子体手術まで器用にこなされる10社でしたががん形成再建外科の面白さにはまってしまい今年の4月からオキュロフェイシャルクリニックに入職されて現在ではたくさんのがん形成手術を担当しています。 山田先生には、眼鏡下水症手術の実践と修正術について講演してもらいたいと思います。山田先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。オキロフェイシャルクリニック東京の山根裕二と申します。今回は、眼鏡下水手術の実践と修正術についてお話しさせていただきます。 自己紹介になります。私は静岡県の浜松医科大学を卒業し、地元兵庫県の神戸で初期研修を開始しました。最初から眼科への専攻決意してた私は、初期研修から9ヶ月間の眼科研修を経て、眼科後期研修を東京医療センターで開始しました。この頃から、眼形成手術の指導を受け始め、同時に、 盲目もう少子体手術を中心に執刀しておりました。様々な手術を経験していくにつれ、機械に頼らない自らの腕で勝負が決まる眼係性手術への楽しみに目覚め、本年2020年4月より、オキロフェイシャルクリニック東京へ入職し、眼係性外科医としての道を歩み始めました。では、まず眼形下垂手術の基本となる、 虚筋腱膜修復術についてお話しさせていただきます。疾患概念などに関しては、時間の都合上省略させていただきます。では早速、手術主義の実践的なポイントからいきます。まず、皮膚切開デザインになります。原則投影では、重検線を消耗状5ミリと設定しております。ここでの注意点は、左の図に示しましたように、検縁からではなく、消耗状から5ミリという意味です。 理由についてですが、第一に高い重検は修正困難なことがあります。そのため、可能な限り低い重検を最初に設定します。高い重検が最初に形成されてしまうと、それを下げるために低い重検を作るわけですが、重検の癖を解除するのは大変困難です。そのため、追加で低い重検を作ると、2種類の重検が現れてきてしまいます。逆に、低い重検の上に高い重検を作る分には、低い重検も 同時に高い重検に折り込ますことが可能なため、比較的融通が効くのです。第2位ですが、権威に近すぎると重検が作成しづらくなります。これは、権威側の折り込まれる皮膚にある程度縫い代がないと折り込まれづらくなってしまうためです。特に、上眼圏の組織量が厚い方は、より重検が形成しづらくなるため、できるだけ程よいテンションがかかる程度に留めておく必要があります。 第3にですが、重検5ミリとは、経験的に日本人にとって不自然になりづらい二重幅だということです。最後に、鍵板はおよそ10ミリ幅ですので、比較的、巨筋検膜へのアプローチが容易な世界部位ということになります。以上から重検幅は5ミリが最適ない,いうことがわかります。次に、特に高齢者で、時速の余剰皮膚が強い方は、できる限り時速まで皮膚を取っていく必要があります。その際、外眼角側へ、 重検線、切開線を15から20ミリ程度伸ばして良いです。ただ、注意点は外眼角延長線上に衝突してはいけないということです。しそうな場合は、少し重検線の延長を切り上げてください。さて、最後の上位についてですが、これは会検時にシワが形成される程度の部位で結構です。全身麻酔時や定量が不明瞭な場合は、 摂取を下方から重検性に押し当て改検させることによって、シワが形成される部位をマーキングしてください。ここで変装前に、余剰皮膚がまだ残存している場合は、その時に追加で摂取してもらっても結構です。次に、麻酔の仕方についてです。基本、上眼腱の神経走行は、このように縦に走っていますので、麻酔はこの方向を考えて、縦に注入するのが最も効率が良いです。 先ほどお示ししましたように、麻酔はこのように縦方向に行ってください。では、もう少し詳しくいきます。まず、麻酔の注射針は内出血予防のため30ゲージ以上の細さを使ってください。次にですが、必ず深く麻酔することはしないでください。ミラーキに当たりますと、出血し、実用が悪くなる上、苦情後の定量が見かけ上低強性となり、術後、過強制の原因となります。 また特に麻酔は、時速と微速にしっかり効かせるよう意識して注入してください。メインの通覚神経である、類線神経と滑車化神経があるためです。麻酔の方向は先ほど示しましたように、神経走行に沿って、縦に丸太が並んだような状態で注入するのがベストです。このように、微速と時速にしっかり麻酔を効かせることを意識して、縦に棒状に麻酔を注入し、 最後に揉み込んで均等に麻酔を広げていってください。次に皮膚切開になります。必ず切開部位は左の図のように少し盛り上がった状態を維持してください。ただ上下への牽引は程よい程度でよく、重要なのは左右への牽引になります。力の割合は上下1割、左右9割のイメージで切開層がずれず程よくテンションがかかった状態をキープします。 中指と人差し指で皮膚を合流させ、メスを持っている利き手は薬指あるいは小指、非利き手は中指と人差し指で水平方向に引っ張ります。切開するとき、メスは可能な限り寝かして使ってください。そして、常に根元を見て切開する方向をコントロールします。一気に切開すると層がずれやすいので、少しずつまずは半層切開を加え、最後に仕上げの前層切開を、 加えます。石灰を開始するのは下方からで、上炎切開の際には、風で下の石灰層を抑え、出血を予防するように使ってください。これをしないと、すべて石灰層がずれてしまいます。このように、むしろ水平方向へのテンションが重要になってきます。上下の皮膚が少し盛り上がる程度、やりすぎが注意です。水平方向へ牽引する際、 中指や小指でアシストすると、より良いテンションがかかりますので、おすすめです。次に、皮膚を切除する際にですが、当然ながら、切開したい面を常に展開するように意識してください。皮膚のテンションもしっかりかけた上で、上縁なら下方へ、中腹なら時速へ、皮膚を引っ張るようにして切り込むようにしてください。また、一つの動作。 つまり、ストロークを可能な限り大きくし、眼輪筋を温存しながら切除していっていただきたいと思います。さらに出血は流れていきますので、視界の邪魔とならないように、微速から切り込むようにしてください。この時も小指なので水平方向へ牽引をかけると、より切開しやすくなります。では、実際の動画を見ていきます。必ずこのように微速から切開していってください。また、微速端と持速端を少しクロスするように切開しておくと、 このように切除しやすくなります。切除したい部分を常に展開しながら、ワンストロークを大きく、眼輪筋を可能な限り温存して切除していきます。次に、眼輪筋切開に移ります。まず上方に釣り針をかけてください。ドレープは必ず釣り針側に折りたたんで、その先端を噛むように意識してください。釣り針がかかりましたら、中央の皮膚をつまんで持ち上げ、 下の石灰縁に眼輪筋を一層残すイメージで切開していきます。これは重菌をっかける縫い代となる部位になるので、幅を取りすぎず、かといって少なすぎない程度に残します。深く切り込むと、眼下角膜や巨筋腱膜を盲目的に損傷するので、眼輪筋のみ切開するように意識してください。眼輪筋を切開すると、奥にツルツルした血管走行がはっきりした白い組織が見えてきますので、これが眼下角膜になります。 中央の皮膚が切開できましたら、この切開線を左右に広げていきます。その際、対側に皮膚を引っ張ってテンションをかけると、より切開しやすくなります。このように、上方にルり針をかけ、下方に眼輪筋を一層残すイメージで切開し、左右に広げます。しっかりと眼輪筋を持ち上げ、切開方向と対側へテンションをかけて、切開を進めていきます。 眼輪筋が切開できましたら、次に虚筋腱膜の切断に移行します。当院は虚筋腱膜裏面からのアプローチで修復しますので、まず、腱膜を鍵盤から離断させることから始めます。まず眼輪筋を掴み直し、しっかり垂直に引っ張り上げ、鍵盤を動かした状態をキープします。ここで、鍵盤上に倒れ込んでいる眼角膜と虚筋腱膜の鍵盤上へ3分の1程度の部位を垂直に切断していきます。 この切断部位から左右に広げていって鍵盤を水平方向に8割程度露出させます銭湯を鍵盤に垂直に押し当て鍵盤の感触を感じながら切断していくと良いでしょう鍵盤は外側に行くにつれ短くなっていきますので左右へはやや微速の方向に向かっていくとなお良いと思います 完全に出ましたら、微足に釣り針をかけ直してください。このように、眼輪筋をつかみ直し、あまり綺麗に近寄らないように、腱膜を切断していきます。しっかり鍵盤を引き上げ、先灯を垂直に押し当てて切開してください。端に行くにつれ、鍵盤が短くなりますので、ミラー筋損傷するリスクが高まります。部屋や向こう側へ切断していく意識を持っていってください。では次に、虚筋腱膜とミラー筋の剥離操作に移行します。 ここは一番重要なポイントになります。まず、剣幕が完全に鍵盤から切断できていれば、剣幕を手前に引っ張ると、ミラー菌との相関がはっきり現れてきます。ここをまず、しっかり剣幕を手前に引っ張りながら、その上に乗っかっているミラー菌を、線等の先端を少しだけ開き、やや鈍的なイメージで滑り落としていきます。この操作を、ホワイトラインがしっかり見えるまで行います。 およそホワイトラインを越えると、虚筋の筋体が見えてくるので、それ以上は剥離する操作は必要ありません。むしろ、これ以上筋体にかけざるを得ない状況であるならば、別の術式にコンバートする必要があります。そして、このホワイトライン下辺ギリギリに糸をかけて、まず虚状をトライしてみてください。さて、テクニックの他になりますが、 銭闘の向きは、剣膜という滑り台に沿った動きを厳守することが重要です。また、ミラー菌を落としていくに従い、剣膜をしっかり奥の方から掴み直し、適宜、牽引をかけ直していくことも重要になります。では、ホワイトラインとは一体何でしょうホワイトラインとは、筋体と剣膜の移行部になります。では、ここを越えて、筋体にもかければ、より強い虚長効果を得られると思いますが、 筋体から虚情させると、まず、通詞の際に出血しますし、虚上後、患者は突っ張る違和感を強く自覚する場合があります。また、虚筋とミラー筋の力の比率は、おおよそ4対6程度ですので、そこまでするのであれば、ミラー筋の虚上をプラスで加えてあげれば良いのです。では動画を確認してみましょう。この白くツルツルした面状の組織がつけて見えるのがわかるかと思います。 ここが虚筋腱膜です。その上に血管構造を伴う黄色の脂肪組織を含む薄い筋組織があります。こちらがミラー筋になります。これを腱膜上から滑り落としていきます。このように腱膜が後ろに折り込まれているような部位が次第に出てきます。ここがだいたいホワイトラインの可炎だと思っていただいて結構です。あとは、 鍵盤の最も突っ張り出している部位の先端に通しして311で固定し、対策も同様の操作を加え、材で最終確認します。他の組織を巻き込むと固定が外れやすくなるので、できる限り巻き込まないように少し持ち上げるイメージで締め上げてください。鍵盤の先端に固定しないと、特に鍵盤の合成が弱い症例では、 鍵盤が歪み、トライアングルとなるリスクが高まります。アクアのイメージですが、鍵膜と鍵盤はこのように接合するように縫合させます。また、鍵膜固定は1週間ほどで癒着するので、緩めの固定で問題ありません。このように、鍵膜のホワイトライン下辺ギリギリに糸をかけます。 次に、下の釣り針を外します。これを外さないと、糸を締める際にしっかりと締まらず、再発の原因となります。鍵盤にカウンターアクションをかけながら、最も突出した部位に薄くかけます。イメージとしては、胸膜搬送数値の感じです。他の組織を巻き込まないように注意し、3回巻いて、少し持ち上げながら、縫合していってください。最後に、重剣作成です。 まず、世界海に残した皮下リン銀を少しつまみ出します。虚腱膜の適当な部位。ここでは、まず、腱膜固定した近くの部位からが良いでしょう。そこをすくっていただき、111あるいは211で縫合します。ここで、どの程度重腱ができていれば良しとするかですが、およそ消耗と腱結膜粘膜移行部であるグレーラインが見えるか見えないか程度と考えてください。 このように、皮下がんリンリを水平方向につまみ出し、鍵盤と固定した虚筋鍵膜の位置と縫合させます。211あるいは111で結構です。糸は短めに切ってください。縫合後、少しまつ毛が立ってきて、グレーラインが見えかけているのがわかります。間隔は、 消耗全体が均等に立つように、まず3点固定し、さらに固定が弱い場合、外側と内側にそれぞれ重権作成を追加していただいても結構です。 以上が、虚筋腱膜修復術の概要となります。この他にも、上眼腱形成術、レバトールコンプレックスの修復術、その他細かいテクニックなどありますが、時間の通行上、また機会がありましたら説明させていただきます。では、実後、虚上したまぶたが下がってきた、そういった場合などの再手術が必要になった際のポイントをお話しさせていただきます。では、早速いきます。 まず、当院では経験的に再手術に適切な時期は、術後2週間としております。これは、層の未着直前かつ、鈍的な展開が可能な時期だからです。この時期を超えると、内外の組織の展開するのが非常に困難になってきます。また、術後1週間では、層の主張がまだ強く、自動の状態の予想できないため、主張が8割程度それなりに落ち着く、 実後、2週間のギリギリのタイミングを狙って、最新時に再手術を行います。まず、バッシュ後、石灰層に銭湯の先端を閉じて突っ込み、開いて端的に層を開きます。次に、摂取と銭湯で、端的に層をさらに展開していきます。まずは、重剣作成部位を展開するため、できる限り石灰火炎を意識して剥離していってください。 当然ながら、皮膚は可能な限り愛護的に扱い、最終的に掴む回数を極力減らすように心がけてください。このように、先頭の先端を閉じて突っ込み、水平に開いて、できる限り皮膚を掴まないように注意し、皮膚石灰層を展開していきます。ある程度開いたら、摂取と先頭で、論的に層を開いていきます。 このように簡単に層が展開できるのがわかります。まず、重剣作成部位を展開するために、このように可能な限り石灰火炎を探っていく意識で、層を展開していってください。次に、皮膚石灰層が展開できましたら、今度は摂取を2つ用意し、それぞれ皮下眼輪筋と上炎組織をつかみ直し、 ゆっくり鈍的に展開を進めていきます。それによって、重検包合部位が現れてきます。では動画を確認します。これは1倍速になります。組織は正しい層に入っていれば、このように容易に剥離されていきます。2つの接種を用意して、できる限り皮膚をつかまないようにし、皮下の組織と上縁の組織をつまんで、ゆっくり鈍的に剥離していきます。無理な力をかけないように注意してください。 ここで、皮下眼輪筋と球筋腱膜をつなげている重腱の方合紙が出てきます。では、そのシーンを見てみましょう。手前のツルツルした組織は球筋腱膜であり、奥に掴んでいるのが眼輪筋です。ここで3点重腱のホッツをかけている部位が見つかりましたので、これを離断させていきます。真ん中と、磁束と、 あとは、微族になります。さらに、剥離を進めていきますと、鍵盤と虚筋鍵膜の固定部位が見つかります。ここが大本命になります。こちらは重剣を外したところからになります。基本的な剥離操作で、虚筋鍵膜と鍵盤の固定部位が出てきます。こちらを剥がして、剥離を進めていきます。あとは、巻き戻すように固定を作り直せば良いのです。 重剣作成不全の場合は、剣膜と剣盤の固定は外さず、重剣だけ作り直せば良いでしょう。このように、虚筋剣膜の適切な位置にかけ直し、剣盤との固定を作り直してあげます。もちろん、材で左右の上がり具合を確認して、最終的な固定とします。また、重剣についても、非可眼輪筋と虚筋剣膜を保護し直し、 もう一度しっかり作り直してあげます。今回の再手術では、釣り割りやパイポーラーなどは使用しておりません。つまり機材としてドレープやパイポーラーを準備するのは不要となるわけです。このことから外来で迅速な処置を行うことができます。迅速で相違の負担が少ない再手術法になりますので、ぜひトライしてみてください。 最後に、皮膚を縫合して、手術終了となります。それでは最後に、当院の関係性フェローシッププログラムについてお話しさせていただきます。まず、週1以上の勤務で手術の執刀が可能となります。 8回勤務後より執刀は開始となります。上級院のバックアップ体制のもと、手術の指導をさせていただきます。もちろん学会発表などの指導も可能です。さらに、眼科専門医試験対策に関しても指導は可能となっております。外来の指導も行い、一人で診察ができるように体制を整えております。また、 当院在籍医師に関してですが、現時点で上勤11名、非常勤14名、計25名と、一つの大きな医局を作っております。卒業年数、卒業大学とも様々です。様々なバックグラウンドを持つ医師がいますので、いろんなことに関して相談できる環境が整っています。また、執刀できる手術件数に関してですが、 私は上勤として4月から入職し始めましたが、平均月100件ほどの眼係性手術を出頭しております。主に眼形活移の手術がメインですが、その他にも一般の大学や市中病院では経験できないような特殊な手術もたくさん経験させていただくことができます。また、当グループでは学術活動も活発に行っております。 指導体制も充実しており、様々なバックグラウンドを持つ医師がサポートしてくれます。特に今年は、アメリカ、ん形成再建議会学会に当グループから5名演台が採択されました。他にも国内外の学会発表を多数行っており、今回の学会では特に採択率20%という狭き門ですが、当院の医師からはほぼ100%演台が採択されています。 ぜひ関係性手術に興味を持たれた方がいらっしゃいましたら当グループに一度見学にいらっしゃってくださいありがとうございました山田先生ありがとうございました続いて第二席小滝沙織先生です小滝先生は東京大学を卒業後東京新宿メディカルセンター眼科品川美容外科クリニックに勤務を2021年からオキロフェッシャルクリニック東京で 入職されています現在では治療後の患者さんの笑顔を見るのを楽しみにたくさんの手術を担当されています小滝先生には下眼圏内半症に対する再発率を踏まえた効率的アプローチについてご講演いただきます小滝先生よろしくお願いしますよろしくお願いします下眼圏内半症に対する 再発率を踏まえた効率的アプローチについて話させていただきます。まずはじめに、下賀県の指示システムについて説明します。図のように、内視、外視でそれぞれ水平方向に牽引され、LER によって垂直方向に牽引されています。この3方向の牽引で、下眼圏の鍵盤が固定されています。マスクを想像すると少しわかりやすいかもしれません。 右耳と左耳方向に引っ張られ顎方向にも引っ張られて固定されているイメージですこれを踏まえどのように内反症が発生するのでしょうか下眼圏内反症には耐抗性と反性があります。耐圏内反は腱板を支える内視外視 LER の視管がベースにあった上で 閉均時の上眼圏による下眼圏への押し込みが要因となります。先ほどのマスクで言うと、マスクがプラスチックでできた硬いものと想像していただき、左右の耳の部分が緩んで顎方向に引く力もない。その上で鼻の部分を下方にグググッと押し込まれるとマスクがくるっと回転するというイメージです。全容、つまり皮膚や眼輪筋の痴漢による眼輪筋角膜全部の 鍵盤全への乗りり上げも悪化要因となります以上が様々な程度で関与しています。反根性下眼瞼内反は、LER の拘縮によって紅葉の引き込みが生じ、相対的に全葉が乗り上げることで引き起こされます。病態把握のための検査には、いろいろなものがあります。瞬目テストでは、下眼瞼皮膚を下方へ牽引して内反を矯正した後、 次に瞬目するまでに内反が起こるかどうかを見ます。瞬目しなくても内反状態に戻ってしまうのは反抗性内反。瞬目までは強制が保たれるのは対抗性内反です。ピンチテストでは、下眼圏をつまんで前方へ牽引し、歯間の程度を調べます。正常なら5ミリ程度、8ミリ以上で陽性です。スナップバックテストでは、下眼圏を前方または下方に牽引し、 戻り方を観察します歯間がなければ速やかに元の状態に戻りますが歯間があるとゆっくりとしか戻りませんこれは定量的な検査ではないのでピンチテストに併用して用いますラテラルディストラクションは下眼圏を外側に牽引し累点が半月ひた外側端と内側角膜リンボを結ぶ線の中点より磁束に牽引されれば内視の緩みがあると判断します メディアルディストラクションは、下眼圏を内側に牽引し、類点が類球中心より微側に牽引されれば、外視の視観があると判断します。どのように治療していくでしょうかオキロフェイシャルクリニック東京での方針をご紹介します。当院では、初診当日に前例で下眼圏の埋没法を行っています。通視方法を図にお示ししました。 消耗下に4箇所切開点を置きます。結膜側の通信位置は垂直方向を短縮するように縦に置いています。当院では通称 LER プリケーションと呼んでいます。簡便で5分程度で終わります。実際の手術動画を共覧します。まず、消耗下1ミリで4点の皮膚切開点を置きます。 次に、一番端から隣の石灰点に向けて皮下に通し、同じ点から下眼圏の鍵盤すぐ下の結膜に向けて通し、そこから円外部方向へ5ミリ進んだところから、一番最初の通し位置に向けて糸を戻し、縫合します。 同様のことを2番目と3番目の皮膚性回転の間、3番目と4番目の皮膚性回転の間でも行います。つまり三振方向することとなります。結膜側の通しは垂直方向にずらしているため LER の短縮が行えます。また、全容、つまり皮膚と眼輪筋の乗り上げ防止効果もあります。繰り返しになりますので省略します。 前後の症例写真を提示します。72歳女性の方で両目の LER プリケーションを行いました。4ヶ月のフォローアップ期間中に再発はありませんでした。次に再発例に対しては鍵盤の外側の短縮を行っています。当院では LTS と呼んでいますが、LTS 原稿は鍵盤外側の全面後面を剥離して、 ストリップを作成した上で外側の眼科骨膜に向けて牽引固定するものなので少し異なります。下眼腱を前層で切除短縮するウェッチリセクションに近くこれを外側で行っています。手術が LTS 憲法に比べて簡便でありまた腱板を不快層に埋め込むことがないので埋め込まれたマイボーム腺からの分泌による炎症の副作用もありません。 実際の手術を狂覧します。まず、外脂部をシワに沿って切開し、下眼圏外側と外脂を切理します。水平方向の緩みが改善するように、外側に引っ張り、適切な長さで外側下眼圏を前層で切除します。長さとして大体 5mm から 8mm が目安となります。 次に外視と下眼圏鍵盤の断端を50シルクで包合しますグレーラインを合わせ外眼角がきれいになるようにします 交合は70バイクリルで行っています。 症例写真です。68歳女性。初診時に LER プリケーションを行い、科眼案内反は改善しました。しかし、3ヶ月で再発し、LTS を行いました。その後再発は見られていません。当院では、今ご説明したような手術を行っていますが、他にはどのような手術方法があるでしょうか。そもそも初めにお話しした通り、発症要因がいくつかあるため、 何をターゲットにした手術かで分類されます。詳細は割愛しますが、垂直方向の引き締めの手術、水平方向の引き締めの手術、眼輪筋乗り上げ防止の手術、それぞれお示ししたように複数のやり方があります。さらに、これら3種類を組み合わせたパターンが多数あります。このように非常に多くの術式がありますが、それぞれ再発があり、 ベストの術式というものは存在していません。そこで、再発率や再発防止に関する記法をいくつかピックアップしました。まず、再発率は報告によりかなりばらつきがありますが、先ほどのスライドのように、いくつかを組み合わせた術式の方が再発率は低く抑えられており、少なくとも単独術式での再発率ゼロの報告はありませんでした。 また、術前に病態把握のための検査を行い、水平方向の緩み、垂直方向の緩み、眼輪筋の乗り上げを評価し、その病態に合わせたテーラーメイドの手術を行った結果、1年以上のフォローアップで再発率ゼロという報告がありました。似たようなもので、LER アドバンスメント単独ではなく、術前評価でピンチテスト陽性の場合のみ LTS を併用したところ、再発率が激減した。 との報告もありました。以上から、複数の発症要因に対する術式を組み合わせることは再発率低下につながる。また、術前に病態把握のための検査をして、症状に応じた手術法選択をすることは非常に有効ということが言えます。ここで当院の方針に戻ります。初心時の LER プリケーションの再発率は14%程度。 再発例に対して追加で LTS を行った後の再発はありません初回から再発率低下を目指すこともできますが辛い症状で来院された患者さんに来院当日に短時間の埋没法で処置を行いすぐその場で症状改善が得られることは何よりの大きなメリットですさらに再発例に対する LTS は成功率100% かつ埋没を除いた他の手術に比べ手技が比較的簡便でありこちらも再発に対する処置として非常に適当です以上から再発率および患者さんの負担を踏まえた上で効率的で的確なアプローチであると考えられます以上です。ありがとうございました。小滝先生ありがとうございました。 続いて、第3席、菊池亮先生です、えー。菊先生は弘前大学を卒業後、現在亀田総合病院の眼科に勤務されていますが、2020年からオキロフェイシャルクリニック東京に週1回研修に来られており、どんどんレベルが上がってきてるはずです。菊先生には眼科内科壁骨折に対する手術コンセプトについてご講演いただきます。それでは菊先生、よろしくお願いします。 よろしくお願いします。亀田総合病院眼科の菊池亮と申します。今回は眼科内可薬骨折に対する手術コンセプトについて発表させていただきます。眼科骨の役割は眼科の体積を維持し、眼科内容物、脂肪、外眼筋の変異を防ぎ、眼科内容物を周囲の構造から分離するように機能します。私事ですが、先日専門医試験が終わりました。 敬愛するぐちょぽい先生のホームページより引用ですが眼下骨の並びの覚え方について狂乱します眼下骨の並びがまだいまいちわからないという方は、えー、口外上、胸を前に涙する腫腸と覚えましょう眼科壁は内壁と外壁があり眼下底は眼下下壁を指します それに加え眼下上壁とそれぞれの骨折があります眼下骨折の29%は他の眼外傷と関連していると報告されています眼下骨折の分類です下壁及び内壁骨折が一番頻度が多いです特に内壁は眼下骨で一番薄い骨です外壁は厚みがありかつ側頭筋の保護があるためあまり一般的ではありません 胸骨上顎骨,骨骨折ではしばしば起こります。上壁骨折はすべての顔面骨の1から9%を占めます。上壁も厚みがあり、かつ先に破綻しやすい前頭道に隣接しているため、最も骨折頻度が低いです。骨折の形状による分類です。洗浄型、トラップドア型では眼球運動障害の症状が優位に出ます。脱出内容は少ないですが、 眼科内容が公約貫通しやすい特徴があります。内抜き型では眼球関応の症状が優位に出ます。眼科内容の脱出は多いですが、公約しにくいという特徴があります。眼科骨折の症状は外眼筋の運動制限、眼球関応があります。ここから本題に入ります。内下壁骨折の征服をするにあたって一番大事な構造をオービタルストラットと言います。 内壁と下壁との接合部にあたる薄い骨です。眼球のない下方を支える棚の役割をしており破綻すると著名な眼球管を復讐をきたします CT 所見の見方ですが上の図では内壁と下壁が損傷していますがストラットが温存されています下の図では内壁下壁ストラットの全てが損傷しています、えー、実前 CT 評価のポイントです 中中角をを心に眼下の形が左右対称化を考えます。術後 CT 評価ですストラットが再建できている場合は左右のストラットの位置眼下の形が揃っていますこれは良好な再建と言えます次に単位術後のストラットの再建ができていない症例について提示します 眼下のの形、ストトラットの位置に左右相を認めますこれは良好な再建とは言えません次にアプローチの仕方を提示します経費アプローチ法について内壁骨折ではリンチ切開下壁骨折では消耗下切開リム切開がありますまた経血膜アプローチ法経ビクアアプローチ法が挙げられます経費的骨折制服の問題点ですが皮膚の瘢根が残る えー、内下壁骨折の場合、類脳が邪魔になるので、術縁が2つになってしまう、立体的に再建するのが難しく、大きな再建材料が入らない、保護も含め、並走に時間がかかるなどが挙げられます。また、軽鼻空的骨折征服の問題点ですが、軽上惑動及び美内アプローチでは、バルーンによる骨折征服後に、眼科内組織の状態を把握することは困難であり、組織眼闘やコッペンメニュー、 高眼圧等の眼科内合併症を回避できないリスクがある点が挙げられます。軽血膜骨折征服の利点として、皮膚の瘢根がないこと、閉走はゼロまたは一芯のみで、手術時間がかからないことが挙げられます。軽血膜アプローチの仕方については、鹿島先生が YouTube に上げている動画をご覧ください。トイで使用している再建材料には、フィクスオーブやアパセラムがあります。 さてストラットを再建するためには内壁と下壁の構造を 3D で認識する必要があります留意すべき構造として内壁では全子骨動脈、後子骨動脈がありますこれらの血管付近の剥離が必要な場合は必要であれば止血・摂離を行います内壁はほぼ平面上に存在していますが視神経管筋傍では屈曲します 下壁では眼科科神経管は直線上に走行し、上顎骨の眼科科神経膏を通って、下眼圏から側頭部の近くを支配します。眼科科膏のない外側骨膜を周囲の下壁に沿って切開し、脱出組織から神経を分離します。子骨と眼科科神経管の間の部位の骨がもろく骨折しやすいです。貨車筋の付着部は骨膜ごと処理します。 内下壁アプローチの最中に切っていけないものは貨車菌と類脳ですこれらの組織は眼科組織の中に含まれているので特に内下壁へのアプローチ時は留意を要します内下壁の骨膜処理眼科組織の脱出の解除が終わったら内下壁の征服に入りますフィクスオーブで内下壁を征服する時にはこのように成形しますちなみに内壁はマッコウクジラ 破壁はアフリカ大陸の形に似ていますそしてこのような形で挿入します次に失敗例から学ぶ再建のポイントについて当院の手術症例を挙げてご説明したいと思います退院術後症例1です退院で2回手術施行されておりますが左眼上眼圏の肝黄、眼球内包変異、眼球肝黄が目立ちます当院術後ではそれらはほぼ消失し がん下眼ん菌に移植された脂肪のため膨らみが目立ってしまっています初心時 CT では内壁下壁の骨折が不十分となっており眼下溶石の左右差が残存しております当院術後 CT では人工骨を足場にしてその上にプレートを置き眼下内壁と下壁の位置を右眼に近づけていることが分かります「単院術後症例」2です初心時は右眼の 眼球管を上眼腱管黄が目立ちます当院術後では、それらは改善し左右差はほぼなくなっています初心時 CT ではメッシュプレートが使用されていますが骨折した骨に沿った挿入で意味をなしておりません当院術後 CT では人工骨で端桁を作りその上にプレートを置き眼下の形の整えています右眼下の断面積が小さくなっているのがわかります 術後症例3です。この症例では受傷時に副腫がなかったものの善意の手術後に副腫が生じました右眼の上下転障害がありりまます。す。当院術後には改善しております初心時 CT では右上顎胴内にバルーンが留置されていますが膨らませすぎているため眼科下壁が眼科内に貫入し過直筋と骨片が接触しておりました 当院術後 CT では、骨片除去後に人工骨プレートで骨折は征服され、眼科内組織も征服されています。S チャートと両眼単一視野の結果です。初心時は、右眼は著しい上下点障害、全視野で副視を認めます。術後は上下点障害は改善され、副視部分の面積が減っています。失敗例から学ぶ再建のポイントですが、骨折の修復は眼加速から行う、 関東組織は傷つけないように丁寧に反応する骨折部の後端をきちんと出し後端状にプレートを乗せる骨折部分が大きすぎるときはアパセラムを乗せその上にプレートを置き左右の眼科空の溶石ストラトの位置が等しくなるようにします骨折も直せるかっこいい眼科医になりましょう亀田総合病院眼科では2021年から眼形成眼科外科外来が新設されました 眼圏下垂、逆さまつげ、眼科疾患、涙動疾患など症例があればぜひご紹介いただけたらと思いますではご静聴ありがとうございました菊先生ありがとうございました続いて第四席佐藤佑平先生です佐藤先生は大阪医科大学を卒業後県立天ヶ崎総合医療センター高槻病院を経て2022年から オキロフェイシャルクリニック大阪に入職しています佐藤先生も我々のグループで長年がん形成と類動の治療に携わってきました今回佐藤先生には遺伝性類動閉塞の原因と対応について説明いただきますそれでは佐藤先生よろしくお願いしますオキロフェイシャルクリニック大阪の佐藤陽平と申します 私は遺原性類同閉塞の原因と対応についてお話しさせていただきます。類同閉塞の原因は最も多いものが特発性であり90%以上を占めます。その他の原因として主要性、外傷性、遺原性などがありますが、今回遺原性類同閉塞として 一つは眼科壁再建材料による類道損傷。もう一つは薬剤性類道閉塞である TS1 関連類道障害について述べたいと思います。まず、眼科壁再建材料による類道損傷について述べます。眼科骨と類脳、微類間の解剖をおさらいします。類脳は、 類の下に収まる部分の類道を指し、前方は上顎骨前頭突起、後方は類骨によって形成されます。類の下は前類農量と後類農量に囲まれるくぼみを指します。微類管は、微側上部は類骨、微側下部は過微甲貝骨、 時速は上顎骨に囲まれています。外傷性類動損傷は、類脳や微類間周囲の骨、鼻子骨眼下骨折以下 NOE 骨折などの顔面骨骨折に伴うことが多く、14から68.4%に伴うと報告されています。NOE 骨折は、鼻の外側壁、 謎マキシラリーバットレス、上顎骨前頭突起、眼下内壁、眼下下炎の5項目のうち4項目を満たすものとされており、これらの骨に骨折がある場合は、類動損傷を疑う必要があります。顔面骨骨折後で内壁の再建材料が高類能量の前方に挿入されていたもの、 内壁下壁、あるいは下壁の再建材料が、類農家の全内包に挿入されていた症例で、類道損傷があったと報告されています。つまり、内壁でも下壁でも、再建材料の位置によって、類道障害をきたす可能性があることに、留意する必要があります。再建材料による微類間閉塞に対する治療で、 DCR 微外法と微内法を比較したものですが、必ずしも微外法で再建材料を摘出しなくても微内法で対処可能な症例もあると思われます。しかし、外傷や再建材料による解剖学的位置のズレが生じている可能性が高く、通常の微類間閉塞と比較し、手術難易度が高いため、 術前の類道内視鏡や CT、b 内視鏡で鼻空の状態を十分確認した上で術式を決定する必要があります。DCR 微内法を施行した症例と再建材料を適出した症例を提示します。症例1は43歳男性。 12年前にプレス機に挟まれ顔面多発骨折をきたし某大学形成外科で6度にわたり多数の人工骨および自家骨を使用した骨折整服術を施行されました受傷後より左流類眼視を認めておりました手術歴として骨折手術のみならず以下のような手術歴があります 顔面写真ですが、左眼下変形治癒による著名な眼下感応、多数の眼下周囲反痕、南部組織の変形を認めます。ヘスチャートでは、左眼の著名な眼球運動障害を認め、両眼単一視野でも広範囲に副視を認めました。CT では、左眼下内外に 多数の人工骨や自家骨などの再建材料を認めますが、眼科の再建は不十分でした。類道造影 CT では、類脳チューブで類道は閉塞しており、拡張した類脳の微速には人工骨と移植自家骨を認めました。 類道内視鏡所見です。類脳内に白色の人工物を認め、類脳と微類管は遮断されており、眼科骨折征服の再建材料による類道閉塞と診断しました。美外法へコンバートする可能性を説明した上で DCR 美内法を施行しました。鼻空は非常に狭く、手術は 難しい状態でした。微粘膜を切開し剥離すると変異した上顎骨が露出しました。飲み土やケリソンロンジャーを用いて骨を切除していきますが、骨が厚く通常の症例より多くの時間を要しました。 類道内視鏡のライトを頼りに骨操作成を進めていくと白色の人工骨が露出しました。類脳を一部展開し、スリットナイフで人工骨を切開し骨操を徐々に広げていきました。 骨層が十分に広がったところで、類幹チューブを挿入し、露出した人工骨をできるだけ微粘膜で覆い手術終了としました。術後2年間再発は認めませんでした。症例には18歳女性、 4ヶ月前に交通事故に遭い、左眼下内下壁骨折をきたし、防病院形成外科で眼下骨折整服術を施行されましたが、術後より左流類を認めておりました。術前写真ですが、左眼球感応を認めます。CT では、左眼下内下壁骨折を認め、内壁の再建材料が、 類の微類管近くに留置されていますが、眼下の再建は不十分でした。類道内視鏡所見ですが、微類管下方で再建材料により時速後方から圧迫されている所見が見られました。再建材料の摘出と 左眼下内回骨折のサイドの制服術を施行しました。手術動画を示します。内壁を展開しているところですが、類道内視鏡を挿入し、内視鏡のライトにより、類道の位置を確認しながら、徐々に展開を広げていきました。 展開を広げていくと、前位で挿入された再建材料が露出しましたので、類道を損傷しないよう再建材料を摘出した後に、眼科内容物を征服し、新たに人工骨を 類能を確認しながら挿入し、手術を終了しました。術後、左眼球感音は改善し、左内下壁の再建材料は適切な位置に留置されています。二症例の問題点として、 類の微類管を損傷するように再建材料が留置されていたこと、また眼科壁がきちんと再建されていなかったことが挙げられます。ですので、類道の損傷が疑われる眼科骨折や骨折術後の症例を見た場合は、類道内視鏡を併用し、類道の位置を確認しながら再建材料の適質や眼科骨の再建を行う必要があります。 続きまして、薬剤性類動閉塞として TS1 関連類動障害について述べたいと思います。近年 TS1 などに代表される抗がん剤で類動障害を起こすことが問題となっています。類動障害を引き起こす抗がん剤として 5FU や TS1 に代表されるフルオロキラシル系抗がん剤、 ロセタキシルなどのタキサン系抗がん剤などがあります。TS1 とは、テガフール、ギメラシル、オテラシルカリウム配合の系抗抗がん剤で、胃がん、膵臓がんなど多くのがんに使用されており、年間10万件以上に処方されています。 DS1 による類動障害の頻度ですが、およそ10から30%後半と報告されており、比較的高頻度に見られる合併症です。発症時期ですが、内服開始後3から4ヶ月程度と報告されており、比較的早期に発症します。DS1 による類動障害発症の危険因子として、 高齢であることやクレアチニンクリアランスの低下などが挙げられています。フルオロウラシルの RNA 合成阻害作用により、扁平上皮細胞である角膜上皮、類点、類小管上皮が障害されやすく、類点閉鎖や類小管閉塞が多いと言われています。類小管閉塞の重症度分類には、類点からの無事の挿入できる距離による、 やべ、鈴木分類があり、グレード3が最も重症です。TS1 関連類症患閉塞とその他の類症患閉塞に対する類患チューブ挿入術の手術成績を比較しますと、グレード1では両者とも95%を超える高い成功率ですが、グレード2以上ですと TS1 関連類症患閉塞は、 成績が41%と不良であり、難治性であることがわかります。治療ですが、グレード1の場合は類管チューブ挿入術ですが、グレード2以上となると、類脳から逆行性に類小管閉塞を解除する類小管形成術、グレード3では類小管増体術や、最終的に 結膜類脳鼻腔粉合術 CDCR が必要となります CDCR は通常の DCR を施行後結膜から類脳あるいは鼻腔へガラス製のジョーンズチューブというステントを挿入する術式です実際の手術動画です通常の DCR 微内包と同様に骨層を作成し 類脳を露出しますその後、類キューブから18ゲージ血管留置芯を鼻空へ向かって侵入し内灯を抜き1号ブジーを挿入しブジーに沿わせながらジョーンズチューブを鼻空へと送り込みますジョーンズチューブが類のから出ていることを確認し石灰を 広げます累球と累点の間の硬い組織にジョーンズチューブを縫合固定し手術を終了します。 CDCR は成功率はいずれの報告でも90%を超えており良好ですが、脱落や変異などの合併症も多いため、TS1 関連類同障害は早期に類間チューブ挿入術を施行するのが望ましいです。まとめです。眼科骨折の再建の際は、類能や微類間の走行に留意して再建材料を留置する必要があります。 眼科骨折術後に類動損傷が疑われる場合は再建材料を適出することが望ましいですが、症例によっては DCR 微内法でも治療可能な場合もあります。TS1 関連類動障害は早期の治療が望ましいと思われます。最後にオキロフェイシャルクリニック大阪について紹介させていただきます。今年3月1日に会員し、 私は4月より勤務させていただいております。会員3ヶ月半で眼検225眼、眼科71眼、類道39眼の手術を施行しております。本日の講演内容の単位での眼科骨折征服術後の修正や結膜類の微空粉合術にも日帰り全身麻酔にて対応しております。どうぞよろしくお願いいたします。 以上です。ご静聴ありがとうございました。佐藤先生ありがとうございました。続いて第5席、木村正文先生です。木村先生は群馬大学卒業後、麻酔科に入局され、伊勢崎市民病院、埼玉県立がんセンターなどに勤務後、群馬大学に戻り、臨床と研究の両面で更新の指導に当たっておられました。 2017年に新前橋鹿島眼科形成外科クリニックの立ち上げ時から OFC グループ専属麻酔科医としてご勤務いただき現在は動員の院長となっておられます木村先生には眼形成クリニックにおける麻酔科の役割についてご説明いただきますそれでは木村先生よろししくお願いします。 皆様、こんにちは。オキロフェイシャルクリニックグループで麻酔科医として勤務しております木村正文と申します。今回は眼形性クリニックにおける麻酔科の役割ということでお話をさせていただきたいと思います。お伝えしたいことをいろいろと盛り込んだら非常にボリュームが大きくなってしまいました。ですので、お時間のある時に気楽に聞いていただくか、もしくは えー、興味のある部分を飛ばしながらでも結構ですので見ていただければと思います眼科の先生方にとって何か一つでも参考になることをお伝えできれば幸いですそれでは早速始めていきたいと思います先ほど三村先生にご紹介していただきましたが私は2004年に群馬大学を卒業しましてその後群馬大学麻酔科の医局に入局し医局の関連病院でいろいろと勤務をしておりました そして2017年に鹿島先生が新前橋で開業される時に一局の方を離れまして現在もおキログループで働いております。ということで、えー、麻酔会歴17年目となりました。そしてその間、まあ、基礎研究などを行いまたあの海外に留学をさせていただく機会もありまして学会の方からも、えー、些細なものではありますがいくつか賞などをいただいております。 えーまあ、フリーの麻酔科医が話しているというよりは比較的、まあ、それなりに麻酔科としてそれなりにちゃんと勤務をしてきた者が、まあ、話をしているという前提でお話を聞いていただければと思いますでは、えー、眼形成クリニックにおける麻酔科の役割それは何かというと麻酔をかけることまあ誰しもそれはその通りだろうと思うかもしれませんが えー、これですともうこれでお話終わってしまいますので今日は、えー、眼科の先生方が麻酔科医をチームに取り込むと実際どういったメリットがあるのかその点に着目しながら麻酔科の役割についていろいろとお話をできたらと思います麻酔科医をチームに組み込むメリットおそらく、まあ、この3つが挙げられるのではないかなと思いますまず1つ目ですが まあ当然のことですけども、麻酔科医がチームにいれば、全身麻酔での手術が可能となります。ただし、まあ、クリニックのレベルでそういった手術ができるのかどうか、それから、まあ、入院施設がない日帰りで大丈夫なのかどうか、またはどんな流れでやってるのかどうか、実際それの安全性は大丈夫なのか、そういったことをこれからお話をさせていただきたいと思います。2番目としては、 鎮静や鎮痛方法などいろいろとコンサルトをしていただくことも可能となります眼科の先生方が局所麻酔で手術をされる時に、まあ、患者さんの、まあ、痛みは当然とるんですけども不安もとりたいで鎮静薬を入れるけれどもやはり過鎮静になってしまって呼吸抑制が来てサチュレーションが渋い音を出していくそういったこともやっぱり怖いので、まあ、どの程度まで使ったらいいかそこら辺が非常に難しいところだと思います。 で私たち麻酔科医は比較的やはり鎮痛、鎮静薬使う機会が多いので、まあ、そういったことの経験を踏まえていろいろと先生方の役に立つ情報を提供できるのではないかなと思いますそして3つ目ですが麻酔科医であれば急変時のバックアップ体制も整うことができますやはり、まあ、一番心配なのは局所麻酔薬によるアナフィラキシーショックですとかあとは 目を強く圧迫すれば当然徐脈になったりあとは患者さんがまあ結構痛みを痛みですかね不安とかでまあ高血圧になったり低血圧になったりあとは家賃性によってまあ呼吸が一体止まってしまっても、まあ、麻酔科いればそういったことは別に日常私たちは常に経験しておりますので対応が可能となってきます。そそそれででは一つ一つお話をさせていいいたただきたいと思いますそもそもですももね 鹿島先生のところでまあ日帰りで全身麻酔やってどれくらいの患者さんが全身麻酔でやってるのかどうかそこをまずお話をさせていただきたいと思いますこちらがオキロフェイシャルクリニックグループで全身麻酔で手術を受けられた患者さんの数になります2017年に新米橋で開業し2018年からは東京の方でも手術を行っておりますこちらのグラフを見ていただくと分かる通り 年々全身麻酔で行っている手術件数も増加しておりまして2022年は7月までの状況ですけども約600人の患者さんが受けられていますそして開業からこの5年4ヶ月の間にトータルで2774人の患者さんが全身麻酔で手術を受けられております内訳はこの右のようになっておりますではこれだけの患者さんが 全身麻酔で手術を受けられて何かトラブルがあったかどうかそれに関してですが今までのところ大きなトラブルというのはありませんでしたただこの結果だけを踏まえてクリニックで全身麻酔の手術を行うことは安全であるとまでは言い切れないと思います当然患者さんの数が増えてくれば合併症ですとか副作用が起こる可能性、えー、そういったものは増えてきますので私たちは いつでもそういった合併症や副作用が起こるという前提で、起きたとしてもすぐに対応できる準備をして、まあ、今後も全身麻酔ですとか、いろいろ、えー、望んでいかなければならないと常に思っております。では、まあ、全身麻酔良さそうだけども、実際眼科の手術は局小麻酔で良くないかなと考える先生方もいらっしゃるのではないでしょうか。眼科の手術 ま一般的に白内障や小死体の手術などは局所麻酔で行うことが可能と思いますけれどもやはり、えー、眼ん形成手術に関しては術式によってはやはり局所麻酔で行うのは少しきついかなと思います。こちらがオキュロフェイシャルクリニックグループでやっている全身麻酔化手術術の主なな式になりま,すまず大人の方ですとやはり多いのは甲状腺がん症の脂肪減圧術です。 そして、類の鼻腔吻合術、眼科内腫瘍の摘出術、眼科骨折制服術などを行っております。えー、子供ですが、えー、子供に関しては、消耗内反症や眼鏡下垂、それから三粒子などを行っております。こちらの手術に関しては、大人であれば局まで十分手術は可能と考えていますが、やはり子供はもう手術室に入る時ですらもう泣き叫んでいますので、 どうしてで局所、えー、麻酔と比べた全身麻酔のメリットですがこちらには術者側患者さん側、えー、それぞれにいろいろとメリットがあると思いますまず術者側ですが、えー、安静が保てない患者さん例えば小児ですとか高齢者などへの手術も可能となりますそして患者さんの帯同が、まあ、完全になくなりますのでより 安全なな手術が可能となります。そして、えー、血圧も私たち麻酔科の方で、まあ、自由にコントロールできますので、まあ、出血量も減らすことも可能ですそして、えー、痛みも完全に取れてますので春秋の大きなな手術も可能となります。また目を圧迫することによって迷走神経刺激などによる除脈や低血圧などの有害反射そういったものに対して、まあ、麻酔科へのバックアップがありますので 術者としましままては、まあ、手にに集中できるようになりますそしてよりクオリティの高い手術が可能となると私たちは思っております一方患者さん側ですがやはり全身麻酔になれば手術に対する不安というのは軽減されますそして痛みに関しても完全になくなりますまた、えー、過度の緊張ですとかあとは不安による頻脈など高血圧などそういったもの 有害な生待反射もなくなりますのでまあ患者さん自身も精神的にも肉体的にも楽で安全に手術が受けられるようになりますただまあ全身麻酔の方が術者も患者さんも楽だけどもやはり入院施設がないという眼科のクリニックが多いのではないでしょうかこれに関しては眼形性の全身麻酔化手術であれば日帰りで十分可能です 一般的な全身麻酔の手術というのはこういった入院が必要なイメージがありますけれども実際はがん、えー、形成の手術に関しては日帰りで全身麻酔で手術を行い、まあ、手術が終わったら皆さん家に帰っていただいて今のところ全く問題ないそういった状況になっておりますでしたで。そういったものが最近まあできるようになった理由としては 主につつありますす目はですねやはり麻酔薬が発達したことですえ昔は全身麻酔をかけると大体半日ぐらいは少しウトウトしているというかぼんやりしていたりなんかこう歩いてもフラフラしちゃうそういった患者さんが多かったんですけども最近は短時間で体の中がなくなる麻酔薬が登場しえそういった麻酔薬の発達によって術後もしばらくすれば歩けるようになります。 また副作用も少なくなっておりますので患者さんにとっても負担が少なくなっております二つ目としましては手術技術の向上が挙げられます内視鏡や顕微鏡手術技術の進化により小さな傷で侵襲の少ない手術が可能となりましたこれによって術後の痛みも減りますし術後の出血も少なくなりますですので家に帰っても 大きなトラブルなく過ごすことが可能となります三つ目は通信技術の発達ですこれによっていつでもどこでも、ま、音声や映像で連絡を取ることにより帰宅後も、えー、気楽に相談ができるようになっておりますではどんな手術が日帰りの全身麻酔でできるのかということなんですけれども日帰りの全身麻酔に向いている手術としましては やはり手術後の痛みや出血が少なく体の状態が安定している手術か、えー、で言えば例えば眼科やジビ科歯科など、そういったとところの手術は日帰りりで十分可能と考えております。一方日帰り全身麻酔に向かない手術というのもありましてこちらに関しては「術後の痛みが強い出血の可能性が高い体の状態が不安定食事が取れないので点滴が必要」 あとはドレーンなど家で管理できないものが挿入されているこういった、まあ、一般的なメジャーな手術に関しましてはやはり入院が必要かなと思いますでは、えー、当院でどのように実際日帰りで全身麻酔を行っているかその流れについてご紹介をしたいと思いますまず、えー、手術日までに血液検査や心電図検査胸部レントゲン写真撮影などを行いまして 全身状態に何か大きなトラブルがないかどうか検査を行っておきますそして患者さんには手術当日に来院していただき麻酔科医による問診と術前の麻酔の説明を行っております、えー、その後、えー、全身麻酔となりましてだいたい1時間から3時間程度の手術を行いますそして、えー、全身麻酔から目が覚めた後は 1>, 1時間30分ほどリカバリールームで安静にしていただき痛みや出血体調の変化などがないかどうかを見させていただいてますそして大きな問題がなければ退院となりますで日帰り全身麻酔のメリットとしてはこういったものが挙げられると思いますまずやはり入院と比べましてえ日帰りですと、まあ、プライバシーは保たれますそして、 えー、空いてる時間も好きなことができますし病院にいるよりは家にいる方が居心地がいいですね。あとは眼科の手術に関しましては全身麻酔をかけた後も食事はまあ好きなものを自由に食べていただいて全く問題ありません。また入院費用もいりませんので、えー、必要のない医療費も抑制されます。ということで、えー、日帰りですとですね え、家でゆっくりリラックスできる。それがやはり最大のメリットかなと思います。一方、メリットだけではなく、やはり日帰り全身麻酔というのはデメリットもあります。それは、入院していないと何かあった時不安。これは患者さんもそうですし、私たち医療者も患者さんが近くにいないということはやはり少し不安に感じることもあります。そういった患者さんの急変ですとか、 不安を減らすために私たちは出血や痛み体調の変化がないかどうかリカバリールームで退院までしっかりと観察しそこで大きな問題がないと確信が持てた時にしっかりと退院をしていただいているそういったことで、えー、急変ですすとか不安を減らすようにしておりま,すまた、えー、帰宅後の急変や不安に対しましては術後、えー、の患者さん用の24時間対応の電話窓口を設けておりますので いつでもご連絡をいただけるようになっていますそしてもしもの時は大学病院などに緊急入院できるバックアップ体制を整えておりますただまあ全身麻酔と聞くと手術室の回転が少し悪くなりそうだなと思う先生方もいらっしゃると思います実際に私たちがどういった感じで手術室を運営しているかまあちょっと動画を ご紹介したいいと思います、えー、この真ん中の部分上の部分にですね時計がありますので、まあ、これを目安にどういった流れで手術室を運営しているかちょっとご紹介をしたいと思いますで今手術が終わりまして9時41分という時間になっていますで手術が終わっていろいろ布を剥がしたりして、えー、この時点でですね、えー、もう ラリンゲルマスクというのを普段使っているのでそれはもう抜いてマスク換気で行っています、まあ、現在9時44分ですので手術が終わって3分後ですねでここから目が覚めるまである程度マスク換気で、えー、患者さんの状態を、まあ、見ていますで目が覚めて自発呼吸もしっかりして特に大きなトラブルがなさそうだなということで患者さんをストレッチャーに動かして体質となります この時の時刻が9時48分ということで今手術が終了して約7分後に、えー、手術室を退出となっていますそして次の患者さんが9時49分前回の手術が終わって8分後には入室しておりましてそこからモニターを装着し全身麻酔を導入していますで全身麻酔の導入が終わりましたのが 9時54分ということで前回の、まえー、手術が終わって約13分後には全身麻酔の導入が終わりこのあと手術の準備を整え9時56分前の手術が終わって約15分後には次の手術が始められる準備となっています。ということでですね、えー、実際の術間の流れとしましてはこういったいろいろやることもあったり 全身麻酔から冷ます時間というのもあるんですけども実際はですね手術が終了しまして次の患者さんの麻酔が終わるまで、まあ、15分程度で終わりますので、まあ、局所麻酔の時と比べて、まあ、約10分程度時間を見てもらえれば患者さんの出し入れは十分可能となっておりますで大学病院と比べますと非常に短い時間でこう手術室を回すことができているんですけどもこういったものは やはりですね受診者の先生ですとかあとは看護師さん麻酔科医そういったものの連携によってですね現在迅速な手術室の運営が可能となっておりますで被害の全身麻酔って悪くないかもということで、まあ、先生方の中にはちょっと導入してみようかなと考える先生もいらっしゃるからもしれませんでは実際にそういったことが簡単にできるのかどうかこれから少しお話をさせていただきたいと思います まず日帰り全身麻酔って簡単に始められるのかどうか。どう結論から申し上げますと始めるまでの準備は少し大変ですしかし一度始めてしまえば維持は非常に簡単ですで始めるにあたり何が必要か、えー、やはりそういった全身麻酔に必要なものを準備することが大事になりますでどういったものを準備しなければいけないかというとまず全身麻酔の機械ですね 麻酔器ですとかモニター、シリンジポンプそういったものを集める必要がありますまた全身麻酔用の薬剤、鎮静薬、麻薬、近視化薬それから緊急対応の薬そういったものも準備する必要がありますそして手術が終わった患者さん用のリカバリー用のスペースも確保する必要がありますまた全身麻酔を担当する麻酔会も必要となりますではこういった全身麻酔に必要なもの どういったものを準備すればいいかどうか具体的に見ていきたいと思いますまず麻酔器ですけれども麻酔器というのはこの、えー、液体の吸入麻酔薬を気化させる気化器という部分とそれから受注の患者さんの人工呼吸を行うこの人工呼吸器この2つを合わせたものが麻酔器となっていますで、えー、子供の一回換気量というのはですね非常に少ないんですねで例えば 4歳のお子さんですと約 100cc 前後となりますで麻酔器を購入する時に少しこう安っぽいのがあるんですけどもこういったものは非常に安くて買いやすいんですけどもこういったレンカーとね1回換気量が 200ml 以上になっていたりしまして小児にはなかなかか使いいづらいんですねですのでもし今後先生方が麻酔器を導入していただく場合にはまあ子どもさんやはり全身麻酔必要な方いっぱいいらっしゃいますので。 商人にも使えるように1回換気量が少なく設定できる機種もしくはまあプレッシャーコントロールベンチレーションという重圧換気というものが可能な機種を選んでいただくのが良いかなと思いますまた、えー、全身麻酔に必要な機器としましては生体情報モニターというのが挙げられますこれは、えー、心電図や血圧、あとはサチュレーションですとか、えー、色々と測定できるものですね で、この中で大事なのが、この古期週末二酸化炭素分圧、そして麻酔ガス濃度、こういったものを、えー、麻酔科医は常にモニターしながら全身麻酔を担当していますので、ぜひともこの古、えー、期中 CO2、それから麻酔ガスモニターが装着されている機器を選んでいただいた方が、全身麻酔というのも非常にやりやすくなっていきます。で、えー、全身麻酔に必要な機器としまして、今度はシリンジポンプのお話をしたいと思います。 現在、受注の鎮痛はアルチバというあのレミフェンタニルとすごく作用時間が短いフェンタニルがあるんですね。それを受注持続で流していることが多いので、現在の麻酔ではこのシリンジポンプというのが必需品になりました。で、TCI ポンプというのもあります。これは何かというと、ターゲットコントロールドインフュージョンといって、プロポフォールのですね、硬化部位濃度。これで言うと脳なんですけども、 そこのですね、濃度を予測しまして、まあ、投与量を、えー、自動でこの機械が調整してくれるシリンジポンプ、そういったものがあります。ただこれに関しましては、えー、実際このプログラムはですね、体重だけで投与量を決めておりまして、例えば、えー、20歳の60キロの若者も、えー、90歳の60キロのおじいちゃんおばあちゃんも、まあ、体重が同じですと同じ量いってしまうんですね。ですので、 実際それが硬化 V 濃度を予測してるんですけども、本当の効果化 V 濃度とリンクしてるかどうかちょっと怪しいですので、まあこれに関してはなくてもいいかなと思います。ですのでお勧めとしましては、まああのコストとのバランスの良い機種を選んでいただければ問題はないかなと思います。TCI 機能についても特についている必要は私自身はないと思います。で、実はですね、今こういった麻酔器ですとかシリンジポンプの入手が 非常に困難となっています原因としましては新型コロナウイルス感染症による半導体不足が挙げられます私たちも、えー、大阪院を会員するにあたりシリンジポンプですとか麻酔器を注文したんですけども実際注文しても1年近く手に入らないという状況になっていましたですので全身麻酔を始めたい先生方は、えー、なるべく早め早めの注文をおすすめしたいと思います えー、全身麻酔に必要な設備としてましてはこれは新前橋のリカバリールームの写真ですけども、えー、ベッドとモニターが4台ありましてまた酸素マスク用の配管も4人分ついていりますで、えー、現在はこの右下のような状態になっているんですけども昔はですね、えー、こういった感じで病室のベッドのようなものを置いてたんですねでこれで患者ささんを移動させて たたりしたんですけども非常に重くて、まあ、操作性も悪くて、まあ、患者さん自身の寝心地は良かったんですけども、えー、少し実際稼働するには難しいということで途中からですねこういった移動型の内視鏡テーブル、まあ、これが簡易型のベッドになりますので、えー、こちらを使っておりますで、えー、これのいいところはですね、まあ、バッテリー搭載していますので電動で、まあ、勝手に動きますしあとは 非常にこうコンパクトではあるんですけども患者さんにとってもそんなに狭すぎず私たちにとってもそんなに扱いづらい大きさではなく非常に便利ですので、まあ、クリニックのリカバリールームとしてはこちらをおすすめしておきますで、えー、おすすめとしましてはストレッチャーほど硬くなくベッドほど重くも場所を取らない、まあ、適度なサイズの休める台を準備していただければいいかなと思いますで、えー、全身麻酔に必要な薬剤は こういったものになります。こうやって書き出すと非常に数が多くて準備するのも大変かなと思いますけども、えー、実際これだけの量の薬を揃えたとしてもこの右下の棚に収まるぐらい、えー、そんなにですね場所は取りませんので、えー、こういったものを準備してもらえば問題ないかなと思います。であとは軌道確保グッズも必要になります。えー、左側から高等鏡真ん中がこうマックグラスといって まあデジタルでですね口頭の辺りの映像を手元のモニターに出せるものですねあとは気道確をグッズとしました相関チューブやラリンゲルマスクなどもありますまあこういったもの何を使うかどうかは、まあ、眼形性の先生方のご希望とあとはまあ麻酔科医がどこまで何を許容するかそういったものによるかなと思いますで、えー、私たちのクニックとしましては、まあ、鹿島先生からの依頼でですね覚醒をを、するもう咳を ささせないいで目を覚ませてくださいと当初言われたんですね。で先生方もあの全身麻酔でよく目にしていただいてると思うんですけども麻酔から目が覚める時は大体患者さんあの結構盛大にバッキングしながら咳をしながら目が覚めてでそこから目が覚めてから相関チューブなりなんなりを抜いてなんていうのがまあ一般的かなと思います。ただ まあ、鹿島先生がおっしゃる理由もこれは非常によく分かりまして、まあ、そういった咳をしてしまうと眼科化内、まあ、非常に出血しやすくなるということで、まあ、そういった出血というのは、まあ、術後のいろいろなトラブルにもなりますので、えー、術者の先生のこういったご希望も非常によくわかります。ということでですね、えー、私たちのクリニックでは、まあ、いろいろ試行錯誤をしまして現在はせ、えー、をさせないで覚醒するために こういったラリンゲルマスクというのも使ってましてでこちらはですねもう覚醒前にもう抜いてしまってますですので目が覚めるときに咳をしながら起きるという患者さんももうほとんどゼロですねほとんどいませんしあとはリカバリールームで何か喉に違和感があってずっと咳しているそういった患者さんもいません非常にいい感じでできてるんではないかなと思いますでこの相関チューブとラリンゲルマスクそもそも何が違うのかどうか なかなか馴染みのない先生方にはちょっと分かりづらいかなと思いますのでここでご説明をしたいと思います。結論から言うとこのの先先端端場所が違いままますす関チューブににしましててては先端は正門を越えて機関内に入っています一方ラリンゲルマスクに関してはこの先端は気管と食道の,の分岐部下ン頭というところにありますので、えー、ここはまあ食べ物が通るところですのでそこに何か入れてたとしても。 特に咳をしたりりとということはありませんで相関チューブとラリンゲルマスクのそれぞれメリットとデメリットについても簡単にお話をしたいと思いますでまず刺激に関してはですねやはり相関チューブの方が期間内に入ってますので多くなっていますでそれによって術後の咳き込みも相関チューブの方が多くなりますまた相関チューブに関しましては実際に正門を目で目視して入れなければいけませんので挿入時の器具 口頭胸やマックグラスなども必要となります一方ラリンゲルマスクに関しては、えー、刺激も少ないですし術後の咳込みもほとんどありませんということで覚醒時のバッキングですとか術後の外装を減らし安静をより保てるように当院ではラリンゲルマスクを使用しています一方デメリットもやはりありまして、えー、軌道の確保の安定性ですとか 確実性に関しては相関チューブの方が優れていますまた長時間手術に関してもやはり相関チューブの方が確実に軌道が確保できているので安心となりますですので、えー、患者さんの負担はラリンゲルマスクの方が少ないですただ私たち麻酔科例からするとちょっとラリンゲルマスクの方がやや不安が残りますのでトラブルもし起きたとしても対応できる準備をして 私たちのところではラリンゲルマスクを使用していますで全身麻酔に必要な物品として AED も必ず備えておいていただきたいと思いますここちら術中、まあ、に起こった窒性不正脈の時の時救世主となりますできればペーシング機能もある除細動器というのがまあ最強なんですけどもただそこまで必要とされることはほとんどありませんので AED でも十分かと思います 麻酔科医をチームに組み込む二つ目のメリットとしては、鎮静や鎮痛方法などに関してコンサルトが可能となる。こういったことが挙げられます。えー、こちらは、まあ、鹿島先生のスタイルなんですけども、局所麻酔の手術でも患者さんにリラックスしてほしいということで、オキュロフェイシャルクリニックグループでは、局、え、所、ー、麻酔の患者さんでも、人自身が鎮静薬の投与をいろいろと指示しまして、より 患者さんの不安ですとか、まあ、痛みが少ない状態で手術を受けられています。具体的にはこういった感じで鎮静を行っています。まず、小、えー、気と酸素。こちらはまあ50%。具体的には毎分2リットルで流しまして、えー、鎮静と鎮痛を行っています。また、えー、鎮静薬と鎮痛薬としまして、ドルミカムとソセゴンを入れています。 こちらは年齢や体重に応じて執刀医の先生方が投与量を調整していますそして痛みもある程度なくなって鎮静も行われた状態で局所麻酔薬を注入していますで局所麻酔薬の蘇生としましては鹿島先生のいろいろなご経験から、まあ、その注入術を減らすためにこういったものを使っておりますその後、まあ、消去を終了しまして、まあ、酸素のみ継続して嫉妬を開始、まあ、この時点で ほとんど局所麻酔薬が効いてますので、これで手術は問題なく行えています。ただ、それでもやはり患者さん、年齢ですとか、術手によっては、さらに術中鎮静が必要となることもあります。えー、こういった時に、まあ、どういったものがいいですかねと、鹿島先生に以前聞かれまして、えー、まあ、大人の場合なんですけども、えー、ま一、あ、つ目のおすすめとしては、まずプロポフォールというのが挙げられるかなと思います。えー、ただ、こちらはあの一応、 一般的には非常に鎮静薬としては使われているんですけども、保険適用外であるということは一応覚えていただければと思います。ただ、あの、一般的に使っている薬ですので、何かそれが使ってはいけない薬というわけではない。そこは、まあ、ご理解いただければと思います。で、えー、具体的にどういった量で言ってるかというと、まず、えー、最初に20ミリから50ミリぐらいですね、えー、身長、体重、年齢などに応じて投与していただきまして、 まあ簡単にちょっとウッドウッドしてもらいます。で、えー、プロポホール単独でこの量で眠ることというのはほとんどないんですけども、実際にはこの前に小気ですとかドルミカム、ソセゴン、そういったものを使ってますので、まあ人によってはこれぐらいで、まあある程度ウッドウッドしますね。で、その後は毎日50から 150mg、だいたい量でいうと 5cc から 15ml ぐらい持続投与しております。えー、実際は先生方は 1>, 1時間あたり1 0ミリトルぐらいで流していることが多いかなと思いますでもし鎮静が足りなければまた少し、えー、常駐しましてさらに持続で流す量も増やしておりますで、えー、プロポフォールの非常に使いやすい点はですね、えー、投与量を増やせばすぐ効きますしあとは持続投与を終了し、えー、そうすると大体10分ほどで受け答えが可能となります非常に代謝は早いお薬になります ただ、感受性ですとか代謝には個人差がありますので、もし使っていただく場合には、まあ、呼吸抑制等に注意しながら使っていただくのがいいかなと思います。実際使っていただくときに、初めて使うときはいろいろトラブルとかも起こる可能性もありますので、近くに麻酔科医がいましたらバックアップもできますので、一声かけてから使っていただければ、より安心して使っていただけるかなと思います。他の鎮静薬として選択肢としましては、 プレセデックスという抑制がありますこれはもともと気管相関をしている患者さんの集中治療室で使う鎮静薬だったんですけども2013年から極細麻酔で手術を行っている患者さんの追加の鎮静薬として保険が適用となっております。で実際使う時にはまず6マイクログラムパーキログラムパーアウトで初期負荷投与ということで10分間持続投与します。 その後0.2から0.7マイクログラムパーキログラムパーアワーというので維持をします実際ですねこちら使ってみるとわかるんですけども、まあ、ワンショットでビュッと入れられない薬なんですねですので、まあ、導入に少し時間がかかりますまたこちらアルファ2作動性鎮静剤と書いてありますけどもアルファ作用があるので血管がこう収縮することがあるんですねですので導入時に血圧が上がったり 逆にですね、えー、もともと <coughs> 高血圧なんかある方ですとですねこの鎮静によって少しこうリラックスした状態になって血圧が下がりやすかったりこの血圧が,結構上がり下がりしますあとはまあ呼びかけるとすぐに反応するというのが売りですので寝てそうで寝てないというなんか微妙な状態になっておりまして、まあ、僕の個人的な感想としては局所麻酔の眼形性手術の鎮静薬としては少し使いづらい いいろろ薄めて使ったりとかです、ね、ちょっと面倒くさいので、まあまりちょっと使いやすいとは言えないかなと思います。で、えー、鎮静についてさらに詳しく知りたい方はこちらの「安全な鎮静のためのプラクティカルガイド」というものが、まあ、日本麻酔科学会から出ております。でこちらは具体的なその鎮静薬の投与量ですとか、えー、注意することを載ってます。 で、この中に、あの、鎮静薬として、まあ、プロポホールも保険適用外ですとも、まあ、こういった使い方ありますよともね、当然紹介されております。で、こちらはインターネット上で無料でダウンロードできますので、興味ある先生方は一度ご覧いただいてもいいかなと思います。で、手術関係の薬剤でですね、新たな話題というのを一つちょっとお話ししたいと思います。こちらは、生徒薬のオンダンセトロンとグラニセトロンという薬です。 こちらの薬はもともとは、えー、抗がん剤などのそういった化学療法中の患者さんの、まあ、激しいおしんおうそういったものに対して保険適用となっておりました、えー、それがですね術後のおしんオートに対して去年の8月ちょうど1年前から保険適用が、えー、通っておりますですので先生方の病院で局所、まあ、麻酔でも結構術後吐き気を打ってる方たまにいらっしゃいますので もし、えー、そういった患者さんいましたらこういったお薬使っていただいてもいいかなと思いますで実際に私ども1年近く使ってみたんですけどもその印象としては一般的な、まあ、吐き気止めのプリンペランよりも非常に効果はあるかなと思いますこちらの薬はですね、まあ、セロトニン状態拮抗薬特にそのセロトニン状態の 5HT3 というところに効くんですけどもそういった効果がありますので SSRISNRI え、セロトニン再取り込み阻害薬、セロトニン、ドレアドレニン再取り込み阻害薬、そういった、まあ、精神科的なお薬を飲んでいる患者さんでは、セロトニン症候群というのを起こすことがあるので、まあ、使うときにはそういったお薬を飲んでないかどうか、その点は少し注意していただいたらいいかなと思います。で、いよいよ最後の話題になりました。えー、麻酔科医をチームに組み込むメリットとしては、やはり急変時のバックアップ体制が整う。 こういったものが挙げられると思います。集中に起こる急変、まあ、一番ちょっと怖いのは、やはりアナフィラキシーショックというのではないでしょうか。こちらの頻度はですね、約1万人に1人起こると言われています。そしてその致死率は4.7%。で、えー、この数字見ていただくとですね、まあ、20人に起こったとしても、そのうち亡くなってしまうのは1人。まあ、それなりに致死率は高いんですけども、 まあ、急性期さえですねうまくちゃんと乗り切れれば予は良いいものになっています。実際私も目の前でこういったものが起きるのを何回か経験したことはあるんですけどもまあ、迅速に対応すればあの皆さん何の障害もなく普通にリカバリーしてまあ、社会復帰というかまあ、普通に退院されていますで、A、アナフィラキシーショックの対応としましてはまあ、なるべく早く発見して呼吸や循環を管理することこれが非常に重要になってきます 具体的にはこういった初期対応が必要になります。まあ、何より大事なのは、えー、一刻も早いこのアドレナリンの、えー、筋肉内注射ですね。こういったものが必要になります。で、こちらに関してまた詳しく、えー、知りたい方はですね、日本アレルギー学会からアナフィラキシーガイドラインというものも出ております。こちらはですね、例えばこの写真にあるような まあ、アドレナリンを実際緊張しろと言ってもどこにどんな感じで打てばいいかよくわからんそういった場合にはですねあの写真で載ってますので、えー、一度時間がある時にでもですね目を通していただくといいかなと思いますこちらもインターネット上から無料でダウンロードできますのでぜひご覧いただければと思います他にもですね集中に起こる急変、えー、こういったものがあります眼球を強く圧迫すれば当然迷走神経刺激で高度徐脈にもなりますし 患者さんの緊張ですとか、まあ、ちょっとした痛みで,ですね、異常に高血圧が出てしまう。もしくは、鎮静薬ですとか、瞑想神経反射なんで異常な低血圧、血圧60ぐらいになっちゃう。あとは、えー、術後の痛み止め用に使った N 制度、例えばロピオンなんかを常駐すると、まあ、それによってぜんが起こるなんてこともあります。あとは、鎮静薬を、まあ、投与して、なるべく不安を取りたい。ということで、優しさから、まあ、鎮静薬を入れた結果、 まあ、鎮静しすぎて、まあ、呼吸も止まってしまって殺処分も下がった微妙になってしまうそういったこともあの非常に集中というのは起こりやすくなっていますでそういったことが起きた場合は、まあ、すぐに麻酔科医にご相談いただければあのいくらでも何とでもなりますのでそこら辺は遠楽なく言っていただけたらと思います、えー、麻酔科医をチームに組み込むメリット、まあ、こういったお話をさせていただいたんですけども、まあ、番外編として まあちょっと異質な人がいたらちょっと面白いかなというお話も追加でさせていただきたいと思います。ここからはあのちょっと遊びのお話になりますのでお時間ない方はあの飛ばしてください。で、えー、麻酔科医の特徴としましては、えーまあ、良くも悪くもですね私たち身内からしても変わっている人が少し多いかなと思います。で、私もまあそのうちの変わっている部類には入るかなと思います。 で私はまあどこら辺が変わってるかというと、まあ、何事もですね突き詰めてしまうひ、まあ、一言で言うとちょっとマニアックということですでいろいろ私も興味ある分野はいっぱいあるんですけどもそういった興味ある分野自分の得意な分野そういったものをどんどん突き詰めていって、まあ、最終的に、まあ、そういったものが得意好きですというよりは何かこう、まあ、こういった資格ありますよということですね つい資格を取るまでやり尽くしてしてままいますで、えー、こちらがですね私が今までに遊びで撮った資格とかにはなるんですけども、まあ、この緑色の部分はちょっとアアウトドア系ですね、えー、日本山岳ガイド協会の登山ガイドですとかあと日本バーベキュー協会のバーベキューインストラクターなんていう、まあ、そんなもんあるんかというそういったふざけた資格もあるんですけどもあとはまあドローンですとか、まあ、そういったものをちょっとやってます。 あとは、ええー、まあ、青いのはちょっと海関係の資格をちょっと遊びで取りました。あとはオレンジ色なまあ、社会生活上必要というか、まあ、あったら便利かなというものですね。まあ、そういったものをついついこう、突き詰めて、まあ、勉強して取ってしまうんですけども。で、これだけ見ると、まあ、なんだ、単なる資格マニアかなという感じはあるんですけども、実際ですね、オキロフェイシャルクリニックグループではこういったものを こういった経験ですとか知識を生かすタイミングが非常にありまして例えばですねえー、これはですねまあ鹿島先生のお家ですとかすごく綺麗な川で開いていただいたバーベキューの時なんですけどもこういった時にですねあのー、私そのバーベキューインストラクターというそういうちょっとふざけた資格があるんですけどもそういった、まあ、知識ですとか経験というものが多少生かすことができましたあとはですね 群馬県にはこういろんな山があるんですけどもその中でこう妙木山という非常に岩山で面白い山があるんですけども、まあ、そういったところをみんなで遊びで行く時なんかも、まあ、登山ガイドという少しまあ皆さんを安全に楽しく登るそういった知識ですとか経験も生かすことができました。ということですねええまあ,、えー、まあ水海というのは、まあ、良くも悪くも変わっている人が多いんですけども、まあ、そういった人をチームに組み込むと遊びの幅を広げることもできるかなと思います。 もちろんそういった、えー、特別な資格とか知識なんかなくてもですねまあオキロフェイシャルクリニックグループは、まあ、鹿島先生のいいいろんなご尽力で,です、ね、楽ししイベントがいつも目白押しにありますこちらはまあ納涼祭の様子なんですけどもまあ船でクルージングしながらいろいろと飲んでみたりですとか、えー、もう見ても分かる通り非常に楽しい雰囲気が伝わってくるかなと思います。 あとはこれは今年の夏ですね。真夏の炎天下の中みんなでフットサルをやったというやつですけども、まあ、非常に楽しい一日でした。大人になってこんなに一生懸命走って、その日のうちに筋肉痛が来るなんていうのも、なかなかできない経験ですごく面白かったです。で、あとはこういって皆さんでラフティングに行ってみたりですとか、あとは、えー、鹿島先生が非常にグルメですので、こういった美味しいお店に、まあ、ちょいちょい連れて行っていただいて、 すごごく楽ししいいひとときを過ごしていますで、えー、最後になんだ単なる遊びの話の連続かと思われるかもしれませんけども、まあ、こういったあの遊びの部分というのは医療のチームを作る上で非常に大事なものではないかなと僕は思っていますでオキロフェイシャルクリニックグループの強みとしましてはええー、外ですねいろんなイベントを共にすることですね、まあ、お互いの人間性ですとか 色々分かってきてき、まあ、すごくく仲良くなれるんですねでそれによってスタッフ間の風通しが非常に良くなってますですので、まあ、病院にありがちな変なギスギス感ですとかあとは誰がどうとか何かそういったいざこざも全くないんですねでそれによってですね非常にお互いの関係性が良くなりますので、えー、問題点とか改善点が見つかれば気軽に話し合ってですねすぐに行動に移るそういったところが まあ、オキロフェイシャルクリニックグループの強みではなないいかなと思いますまたオキロフェイシャルクリニックグループではですね、まあ、当然眼形成の先生方を中心に、まあ、それぞれが専門の分野で活動してるんですけどもそれぞれの専門のスタッフがですね、まあ、自分はここまでしかやらないとかそういったものはなくてですね、まあ、もし手が空いてれば気楽にですね他のスタッフのバックアップに回ったりとか、えー、逆に、まあ、手が足りない時は 他の人が手伝ってくれたり、そういったものがありますのでですね、非常にお互いに、職種は違うけどもカバーし合えるので、機動力が高いなと思います。えー、私も実際麻酔会として、2列の全身麻酔をかけながら、まあ、術前の患者さんの診察もし、次の患者さんの準備もし、あとは麻酔薬を準備し、機材も準備し、術中の管理もし、と非常に少しやっぱり、 忙しいんですけども、そういった中でも、まあ、うまく回せているのはですね、本当に看護師さんのバックアップですとか、あとは ORT さん、そういった方のバックアップ、あとは事務スタッフがいろいろ準備していただいたり、そういったものによるところが非常に大きいと思います。関係者の先生もそうですし、コメディカルのスタッフが皆さん、本当に一生懸命やっていただいているのですね、非常にこう、チーム力としては高いのではないかなと思います。で、えー、そういったいろんな経験を通して、 みんなですごくもう仲良く仲やってるんでですすね。ですのですす。ごく一体感がありますでそういったものはどういった効果があるかというとやっぱり全員がこう同じ方向を向いているのでですね前進するエネルギーというのがすごく強大で、まあ、何かをしようってなるともうみんなで一斉にです、ね、力を発揮できるそういったものがオキロフェイシャルクリニックグループの強みではないかなと思います。 で、えー、こういった原動力のもとになっているのは、まあもちろん、鹿島先生で、まあ仕事も遊びも全力でやった方が楽しいだろうということで、まあいろんな経験をみんなにさせていただいて、で、そういった経験を通して本当にチーム力も上がって、仲も良くなって、お互いカバーし合えて、それがまた仕事をよりうまく回すことにつながっている。本当に今、いい流れができているのではないかなと思います。えー、最後、少し、 本来の麻酔科医の話とは脱線してしまいましたが、えー、今日はこういったお話をさせていただきました今後はですね眼科のクリニックといえども例えばより侵襲の強い手術をしなければいけないもしくは子どもの手術をしなければいけないそういった時に、まあ、全身麻酔という選択肢があるかないかどうかそういったところが、まあ、今後のクリニックの能力の高さそういったものの一つの指標になってくることもあるかと思いますので是非 近くにまあ、面白そうな麻酔科医がいたら、えー、ぜひ声かけていただいてですねチームに組み込んでいただくとより、えー、先生方のクリニックでもですね戦闘力が上がるのではないかなと思います。で、えー、麻酔科医をチームに組み込むメリット一言で言うと、まあ、麻酔科医がいれば手術の幅は広がります。またもしかしたら遊びの幅が広がるかもしれません。えー、身近にちょっと面白そうな麻酔科医がいましたらぜひチームに 組み込んでみていただけたらと思います、えー、それではここまでですねだいぶ長い時間ご視聴いただきましてありがとうございましたまたどっかの機会で、えー、先生方にお会いできればと思います木村先生ありがとうございました、えー、最後に鹿島智之先生です言わずと知れたオキュロフェーシャルクリニックグループの理事長です 鹿島先生はさまざまなマネジメントに長けている先生ですが、特に眼科周りの脂肪組織の扱いには、右に出るものはいないと思います。鹿島先生には、進化した眼科減圧術についてご講演いただきます。それでは鹿島先生、よろしくお願いします。それでは僕の演題を始めたいと思います。進化した眼科減圧術 工場腺顔症は、バセドウ病や稀に橋本病に伴って見られる、眼検や類腺、旧、え、合、ー、南部組織の外眼筋や死亡組織の自己免疫性炎症疾患であるとされています。眼球突出、眼検抗体、都眼性角膜炎により、角膜潰瘍をきたし、最終的に失明に至ります。1931年のステロイド剤の開発以前は、全眼球炎や、それから波及した全脳炎から死に至る大きな原因となっていたようです。 甲状腺癌症は美人病と言われることもある病気です。しかし、その実態は美人とは遠く離れていると思います。この方は50歳の女性の方です。発症前と発症後で比べていただくと、発症後にとても美人になっているわけではないということがわかると思います。風邪であれば、発症があって活動期があって非活動期ということで、いずれ治るものですが、甲状腺癌症では、 活動期があって、そのピークがあり、その後、少し改善はしますが、最終的に元の状態には戻らなくなってしまいます。この方を見ていただきたいのですが、発症前がこの状態。それから、活動期できた状態です。ここからステロイドパルスを行いました。ステロイドパルスをやって落ち着いた状態がこの状態です。確かにこの状態から充血は改善し、まぶたの腫れも良くなっていますので、改善しているようには見えますが、とても元々の 目つきとは変わってしまっているのがわかります。この方も発症前このような目の状態から発症してこのような状態になってしまいました。横から写真を撮ると特に左目を見ていただきたいのですが眉毛よりも眼球がかなり前に出ていることがわかります。このように顔つきが変わってしまう病気です。眼症では多彩な症状が引き起こされます。まぶたが引きつれ目が飛び出、 角膜が濁ったり、白目がむくんだりします。それによって目が痛い、ゴロゴロする、視力低下、目の奥が痛い、ダブって見える、涙目になる、見にくくなる。このように7つの症状が引き起こされてきます。甲状腺眼症では脂肪組織や筋肉の増生をきたします。これは願望の変化の原因となります。英語では、プロプトティックディスフィギュアメント。直訳すると眼球突出による醜さという ように言われます。決して美人にはならないということがわかると思います。ではなぜ眼球突出が美しくないのでしょうか。左側の CT は健常人の感情弾の CT です。右はバセドウ病の人の感情弾 CT です。眼下というのは外に45度開いているので、眼球突出するとただただ 前に出るだけではなくて、目が離れていってしまうということがわかると思います。つまり、外に突出した目つきというのは、言い方は悪いですが、両生類や魚類のような印象を与えてしまうということになります。眼球突出が起こるメカニズムですが、脂肪と筋肉が増量し、眼下の圧力が高まり、 でそれの結果として眼球突出という状態になります眼科減圧術には3種類あります一つは目の内下壁の骨を削りスペースを広げるというものそれから目の外側眼下の外側の骨を削りスペースを広げるというものそれから増えた脂肪自体を切除するというものこの3種類がありますこれらの手術で一番問題になってくるのが新規発生福祉です つまり手術をやることによって、副死になってしまう症例が存在するということになります。神経白性副死は、眼下減圧術の合併症による四季の異常の中で最も頻度が高いものです。それではそれぞれを見ていきましょう。眼下内壁の減圧術というのは、もう今から50年、60年前に報告されたものです。つい最近まで国内でもされていました。また、視神経症の場合にはこの方法が取られることが多いです。 歯茎からのアプローチで眼下内下壁の骨を抜くという方法です片側2時間で約3週間入院が必要でした内下壁の減圧は新規発生福祉の発症率が高いことが報告されていて論文をいろいろ読んで集計してみたんですが大体6割程度新規発生福祉が出るという報告でした 他の報告でですね、オルビタルストラットの保存をすると、新規発生福祉は24%程度まで軽減したと、減少したという報告があります。結論としてなんですけれども、内外壁の減圧は、福祉の発生率は比較的多く、眼球の内下方への変異が術後福祉の原因であるというふうにされています。次に深部外壁の減圧ですが、数字を見ていただくと分かる通り、 新規発生福祉は3.8%でかなり福祉の発症率を減らしていることがわかります。ちなみに片側で約1時間で1週間程度の入院が必要です。ただ、ほぼ全ての人が思う疑問だと思うんですが、増えたのは骨じゃないよね、死亡だよねというふうに思うと思います。 なぜ骨の減圧があるかといえば、眼科は重要な血管と神経の集合体なので、増えた脂肪を取ろうにも、知識や経験が必要で、それを行うことができず、周囲の骨を取るというのが、ワールドスタンダードというふうになっています。骨減圧のメリットデメリットと脂肪減圧のメリットデメリットを書いてありますが、それぞれが逆のメリットデメリットを持っています。骨を減圧することは、 眼科内の組織をいじりれることがないので、視力障害、視機能障害が起こりにくいです。ただ、骨を取るということは身体的な負担が大きくなります。脂肪減圧のメリットは、両足同時で手術を行うことができて、身体的負担が少ないということですが、その一方でデメリットとして、視力障害が起きる可能性があるということが挙げられます。では、眼科脂肪の減圧のデータを見てみましょう。 台湾のリアオ先生が発表した論文によりますと新規発生福祉は3.2%で先ほどの内下壁の減圧それから外壁の減圧に比べてさらに福祉の発生率は下がっているということがわかると思いますなお片側約30分で終わり日帰りの全身麻酔の手術が可能ですつまり術後福祉の発生率で比較すると内下壁の減圧が 一番発生率が高く、その次に外壁の減圧、そして最後に眼科脂肪の減圧ということになります。これを利用して段階的に眼科減圧術の適用を決めていくというのが正しいと思います。そこで当院のデータを紹介いたします。脂肪減圧については YouTube に載せてありますので、もしご興味のある方がいらっしゃいましたら YouTube で検索をしてみてください。 これは今年ヨーロッパ眼形成学会にて発表予定のデータです。オキュロフェイシャルクリニック東京で去年の12月結間に行った両側脂肪減圧の患者さんのデータです。平均年齢は43.4歳。脂肪の量、切除した脂肪の量は平均 3.8cc でした。眼球突出度は術前から術後にかけて3.4、3 6ミリ減少しています。 そこで、福祉の範囲を調べてみました。有造域というのを測定して計算を出しています。こちらの症例は、全方向、福祉がない状態で、これは50度、50度、50度で平均をとって50ということになります。こちらの症例の場合には、45度、35度、30度、45度ということで、その平均をとると38.8。このように数字を出して、どういうふうに変化するのかを見ていきました。 結果ですが、有造域、術前43.7度であったものが、術後1ヶ月で44.2度、術後3ヶ月で44.5度、そして術後6ヶ月で44.4度、ということで、すべて有意差ない状態になりました。グラフでお示しすると、このような状態になります。軸は0を起点にしてないので注意が必要ですが、術前、術後1ヶ月、3ヶ月半年ということで、このような経過をたどっています。すべて有意差はありませんでした。 有意な眼球運動障害は発生せずということになりました全症例とも術、えー、前と術後1、3、6ヶ月でほぼ変化しなかった、えー、さらに検討を重ねたいと思います、えー、2群に分けて計測してみました A 群は術前から眼球運動障害がなかった24例、えー、B 群は術前から眼球運動障害があった6例です 英語24例の経過を見てみました上下左右30度以内で福祉がなかった24例です術前は49.4これが1か月で47そして3か月で47.7半年で48.1ということでそれぞれに優位差が出ました実際にすごく大きな眼球運動障害にはならないんですけれども少しの眼球運動の既存があるということになります新規に30度以内福祉が発生した症例はありませんでした つまり、もともと眼球運動障害がなかった場合には、わずかに眼球運動が毀損されるということがわかります。次に、B 群の6例について見てみました。そうすると、面白いことに、術前は、まあ、眼球運動障害がある方なので、術前は20.625だったのが、術後1ヶ月で3.33、術後3ヶ月で31、術後6ヶ月で29.58というふうになりました。 術前から術後1か月までの間は有意差が出ましたその他は、まあ、ギリギリなんですけれども有意差は出ませんでしたつまり、えー、この福祉の範囲というのは改善する傾向にありましたで有意差は術後1か月を除いては出ませんでした術前に福祉の存在した症例ではむしろ眼科減圧により単一視可能範囲が 広がる傾向にあったということになります。副詞があれば、むしろ、斜視手術よりも積極的に減圧を行った方がいいという結果になります。これは、術前に副詞のある症例の実際のデータですが、術前と術後3ヶ月で、単一死できる範囲が広がっていることがわかります。実際の他の論文を見てみますと、 眼下減圧で副祉が改善したという報告がたくさんあることがわかります。先ほどお示ししたこの方、約20歳の女性の方ですが、眼下減圧、眼下脂肪減圧ですね、えー、右が 7.1cc、左 6.6cc、眼下脂肪の切除を行いました。 結果として、術前の状態と術後の状態を見ていただくと、一目瞭然ということがわかると思います。特に斜めから撮った写真の向こう側の目を見ていただくと、その違いがわかると思います。それから、こちらの方も、上が術前ですね。で、下が術後3ヶ月の状態になります。眼球が引っ込むことで、 え、白目の面積が減って、上眼腱も下眼腱も角膜に近づいたような感じの願望になってきます。え、これは MRI なんですけれども、その下眼腱結膜からの脂肪減圧をした後ですね、見ていただくと、まあ、ここの脂肪を取ったわけなんですけれども、T1 強調で脂料は脂肪です。で、それが術後の MRI 見てみますと、ここに黒いものが出てきています。これは、 術後ににできた脂肪内の半根組織とということになります次に見ていただきたいのは下直筋と視神経、真ん中にあるのは視神経なんですけれども、視神経の距離です。で見ていただくと、ここからも脂肪を抜き出しているので、視神経と下直筋の距離が非常に狭くなっているのがわかると思います。そこで次なる目標が出てきます。 これは術後の MRI ですが、ここに残っている脂肪を何とか取れないものだろうかというふうに思うわけなんです。眼下、上半分の脂肪を何とかして切除できないかという疑問が湧いてきます。オルビタへのアプローチは様々な切開法が考案されています。その中でも F にあたる重検からのアプローチですね。この重検切開でのアプローチが、えー 上半分のにに入るために必要なアプローチです例えばこの方なんですけれども左の内直筋の先端部が非常に腫れているのが分かりますここの整形を行う際に重腱切開からのアプローチで整形を行ったことがありますここからですね重腱を切開してズバッとその中に入って眼下先端部の整形をするということです こちらがそのオペ記事なんですけれども、消耗状切開を行って、中に視神経があったり、過直があったり、内蒸菌があったりするのを見て、一部バイオプシーをしましたということですね。これを応用して、この方、約40歳の女性の方です。見ての通り、上のまぶたも下のまぶたもかなり腫れているのがわかると思います。で1回目、下のまぶたから減圧を行いました。 その結果、このようになっています下のまぶたはかなりすっきりしてさらに上のまぶたもすっきりしているんですけれどもまだちょっと残っているのがわかると思いますで、えっと、向こう側の左目を見るとよくわかるんですが眉毛からだいぶへこんでいるのがわかると思いますただまだ上もへこませたいそう考えるわけですねなのでこの状態をここから重検切開からの、えー 上から眼下脂肪減圧を行いました。そうしたところ、このような状態になったということです。上のまぶたがかなりへこんで、えー、だいぶ願望が変わっていることがわかると思います。次の方です。この方は30歳、約30歳の女性の方です。でこの目をどうしたかというと、まず、下から減圧を行いました。 下から減圧をすると先ほどの方と同じようにですね、だいぶ改善はします。この方の場合は右目を見ていただきたいんですが、右目を見ていただくと、尾毛から眼形の先端までの距離、かなり出ているのが分かると思うんですけど、それがかなり改善しています。次に、この方も上からの減圧を行います。でそうしたところを 上眼鏡はかなりスッキリしているのがわかると思います。2回目の減圧によってさらに眼球は凹むような状態になりました。で、2回目の減圧した後の状態を、発症前の写真と比べていただくと、かなり2回折った状態にできているのがわかると思います。これがやる前、そしてこれが2回の減圧をした後の状態です。特に、こちらの斜めからの写真がよくわかるのではないかと思います。 で、見ていただきたいのが、PD ですね。同交換距離。同交換距離は先ほど言ったように、バセドになってしまうと開いてしまうんですが、それがかなり狭くなっているのがわかると思います。結論として、眼科減圧術の患者の負担というのは、以前に比べて相当に少なくなっています。甲状腺眼症は外科的に治せる時代が到来しました。斜視や抗眼圧など、 手術適用症例は広がりつつあります。積極的な手術適用をしていただけたらというふうに思います。以上で僕のスライドは終了します。ご清聴、ご視聴ありがとうございました。第4回、ん形成手術研究会のウェブセミナー、いかがだったでしょうか ?Facebook のがん形成手術研究会では、症例をたくさん提示し、 大学の奨励検討会のようなものをオンラインで行っておりますご興味のある先生がいらっしゃいましたら Facebook でがん形成手術研究会を検索してみてくださいドクターであることが確認できれば入会可能でお金は一切かかりませんそれから YouTube でいろいろな手術動画を流していますので最新のがん形成手術のテクニックを見たい方は僕のチャンネルを見てみていただけたらと思います またクリニックを設立した目的そのものでもありますが我々は眼科医への眼形性教育を最重要事項と位置づけ年齢を問わず眼科の先生方の研修を受け入れています週に1度以上の勤務で研修可能とさせていただいておりますサブスペシャリティとしてほとんど誰もやっていないので現在のところかなり穴場の分野だと思います また見学も随時受け入れておりますのでご興味のある先生がいらっしゃいましたら是非一度実際のところを見にいらしていただけたらと思いますこのようなウェブセミナーを年に34回のペースで行ってまいりますのでまた次の機会にお会いできればと思っておりますそれではご視聴ありがとうございました